皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、今回はクレクール3の快適化計画のパート2です。登録お願いします。前回こちらの冷風吸気口っていうところから撮ってたんですけど、今度は寝るときはもうあのこちらの後部座席の方に置いて寝ようかと思いますので、その形をちょっと作ってからやってみました。で、外気吸気口の方に、例のバキュームくんをつけて、で、あの前の運転席側の方に持っていくようにしました。で、運転席側の方の空気を取り込むようにして、で、ちょっと暗いですけどこんな感じでやっています。あちらの扇風機ちょっとつけてから、こちらの方をつけて、で、確かめてみたいと思います。それでは、この製品は外気温、吸い込んだ空気からマイナス5度からマイナス15度ほど低くした空気を作り出します。冷風の温度は外気温や湿度によって変動しますので、実際の冷風が設定温度より高い、低いということは起こり得ます。設定温度は室温をどこまで下げてもいいかの指標として使用し、室温が設定温度に到達したら休む。というような行動をします。おっしゃる数値の室温32度に対し、冷風が 22.6 度は、正常な動作をしていると考えます。排気に用いるダクトの曲がり角を緩めにすると、風通りが良く熱を吐き出しやすくなり、冷却効果が上がります。というお返事をいただきました。要約すると、クレクール3の冷やし方は、設定温度がいきなり出るのではなく、吸い込んだ空気のマイナス5度からマイナス15度の空気を出して、徐々に冷やしていき、設定温度まで下がると止まる仕組みになっているということで、我が家のはマイナス 9.4 度なので、正常ですよとおっしゃってくださいました。排気ダクトを一度は曲げていますが、緩やかだとは思っていたのですが。プリーズ、サブスクライブ。私は、どうしてもわからないことがあると、メールで、制作会社か販売会社にお聞きして、アドバイスもよくいただきます。今回も、販売元の株式会社ナビックさんに質問を送りました。お返事、ありがとうございます。質問があるのですが、この製品は、外気温、吸い込んだ空気から、マイナス5度からマイナス15度ほど低くした空気を作り出します。とありますが、吸い込み口は2つありますよね。冷風吸い込み口と熱風吸い込み口とありますが、先ほどの吸い込んだ空気はどちらの方でしょう。
また、コンプレッサーを冷やすためには、どちらの吸い込み口の方がコンプレッサーに近いでしょうか？冷風は、冷風吸い込み口から吸い込んだ空気を冷やしています。コンプレッサー冷却は、熱風吸い込み口側の空気で行っています。排気ダクトは、付属の蛇腹のダクトを使用していて、一度だけ曲げていますが、緩やかだと思っていましたが、なるべく一直線にしようと思います。ダクトエンドは、細口ダクトエンドを購入させていただいていて、使用していますが、軽く曲げただけでも、排気の観点でダメなのなら、細口ダクトエンドも実はダメなのでしょうか？細口ダクトエンドは、ダクトの設置補助で用意している部品ですが、この部品も風通りを変化させますので、ズムで熱効率が変わる可能性はあります。室内温度が35度未満になると、35度未満でもと書くところを、このような書き方をしてしまった私が悪いです。コンプレッサーが止まるのか、途端に冷風吹き出し口から熱風だけしか出てきません。この後は、室内温度が下がっても熱風しか出てこないのでしょうか？実際に3分経っても出てこないようでした。コンプレッサーの動作については、室温が設定温度より高いと動作判定が起きます。止める判定としては、以下のものがあります。室温が35度以上になるオーバーヒート。正確には、冷媒の温度を測っており、室温が35度から40度あたりで判定が起きる可能性があります。オーバーヒートと判定された場合は、温度が下がるまで送風状態になります。室温が設定温度に到達する。一度、コンプレッサーの停止が起きた場合は、部品摩耗を防ぐため、約3分ほどコンプレッサーを停止し続けます。停止判定に該当しなければ、その後コンプレッサーを再起動させます。こちらの商品も、冷房用のガスを使用してやるのでしょうか？それならば、ガスが何かの原因で抜けている、あるいは少なかったということは考えられますでしょうか？その際に、私自身でガスの補充ができますでしょうか？冷媒ガスについては、この製品には、家用のエアコンや車エアコンでも使用されている冷媒ガスを使用しています。ガスの残量で冷える力が変化することはあります。状況によって冷えるタイミングがある場合は、冷媒ガスは残っていると考えられます。この製品は、工場生産時に冷媒を密封しており、追加でのガス補充はできません。冷風吸い込み口と熱風吸い込み口に何か工夫をした方がいいというアドバイスがあれば、よろしくお願いいたします。冷風口ダクト取り付け金具を購入して、ダクトから冷風を出すようにするといいのでしょうか？どのくらい冷えた空気が出てくるかは、冷風側熱風側それぞれの吸い込み口から吸い込んだ空気の温度に左右されます。また、製品内の温度計にあたる部品も、吸い込み口に近い場所に設置されています。熱を溜めた家具やシートなどで熱を吸ってしまっていることがありますので、側面に熱源となるものがあれば避けてください。冷風口へのダクト取り付けは、熱源にもなってしまう本体を遠ざけることで、熱効率を良くしようというものになります。ただ、これは、本体が吸い込んだ空気に応じて冷気が変化する性質上、本体が十分排熱できる環境においては効果を得られやすいですが、本体を隔離することによって、より本体が高温の空間に入ってしまう場合は、効果が薄れます。ちなみに、私たちが欲しかったのは、グレクール V3 なのですが、どこを探しても売り切れ状態でした。この商品は、今後出る予定はありませんか？また、グレクール V3 も、私の使い方では、グレクール3と同じ結果になりそうですか？グレクール3と V3 では、能力的な差はかなりあり、また、熱源となる室外機が、
外における V3 はアドバンテージが高いです。V3 につきましては、今年はコロナウイルスの影響もあり、工場が止まってしまい、製造を断念した経緯があります。というお返事をいただきました。コロナの影響がここでもあるのかと思いました。また、クレクール V3 なら大丈夫と、しっかり宣伝までしていただきました。この後マル秘情報もいただきましたが、それは後ほど。お返事から私なりに考えたのは、クレクール3は吸い込んだ空気のマイナス5度からマイナス15度冷やす空気を出すので、設定温度は17度までしか下げられない。マイナス15度まで下げられる機体は早く止まる。マイナス15度が大当たりとすれば、マイナス5度は普通。我が家のクレクール3は、中間で当たりとなります。排熱ダクトは、曲がり角を緩めにするかまっすぐ。緩やかだと思うんですけど、まっすぐにします。35度から40度で、オーバーヒートで止まる。我が家は、35度未満で止まることもあるが普通。温度計は、吸い込み口に近い部分にある。どっちも、両方ともに、熱源の近くに置かない。本体が一番熱いと思う。9月に入り、涼しくなってきましたので、出番はなくなりそうですが、来年のために、あるいは、参考にしてくださる方々へ、我が家のカスタムのアイデアは、こんな感じです。我が家の車は、ハイエースボーンをキャンピングカーに改造してあるため、耐熱処理は若干してあるとは思うんですけど、ところどころ鉄の部分が剥き出しです。キャブコンだと FRP シェルなので違ってくるかも。こちらは前回同様バキューム君で涼しい風を送ります。今までは運転席側の熱風を取り込んでましたが、今後はこちらも冷風吸い込み口と同様にバキューム君を作って冷風を取り込む工夫が必要ですね。こちらは排気ダクトをまっすぐに窓側へ出すと冷風吹き出し口が横向きになりますので、バキューム君の扇風機なしを作り、後部座席へダクトを持ってくるようにします。あとは本体が直射日光で熱を持たないようにするために耐熱シートを本体に巻くことも考えましたが、逆に本体に熱がこもるのではと思い、現在も試案中です。我が家のカスタム案はこんな感じです。では最後にマル秘情報です。クレクール3は製造中止中ですが、現在はこれに代わる次期モデルを開発中で、来年度発売を予定しております。とのことです。今回のカスタム案は素人が考えたものですので、同じようなカスタムをされる方は自己責任でお願いいたします。我が家では責任は追いかけます。次回も見に来ていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、フォローしてもらえると元気が出ます。